次は福島県内59市町村を訪ねるテクテク福島です。今回私がお邪魔したのは田村市です。ピーマンを使った〇〇や絶景の神社などなど驚きがたくさんありましたよ。まず向かったのは農産物直売所パセル田村です。玉ねぎでしょ。玉ねぎ、ええ、初めて見ました。玉ねぎの苗こんな風に売ってるんだ、はい、入り口付近の目立つ売り場にあったこの玉ねぎの苗、売り切れの品種も出ていた家庭菜園の人気商品で、今植えると来年の6月頃には収穫できるんだそうです。アイス、ジェラートありますよ。これもここで作ってるんですね。ピーマンですって。え、ピーマン？野菜のジェラートって珍しいですよね。ちょっとこれ試したいです。田村市はピーマンの生産額が県内で一番で、全国でも有数の産地なんです。この店内のジェラート工房で見つけたのがこのピーマンジェラートです。すごい色が綺麗ですね。ピーマンのジェラート、ちなみに香りはピーマンです。絶対苦いと思うんですけどね。いただきます。味が気になる、うん、え、待ってください。甘い、苦味がない、美味しい。鼻から抜ける香りとかはピーマンなんですけど、何なんですかねこの甘みは。この甘さの秘密なんですけど、ピーマンのペーストに練り込まれた田村市さんの蜂蜜でした。気に入りました。ここでお客さんに田村市の見どころについて聞きました。おすすめスポット、ちょっと珍しい観光地とか探してたんですけど、お人形様かな。お人形様、田村市内3カ所にあるお人形様、江戸時代に生まれたと伝わる魔除けの神様で、大きなものは高さが4メートルもあるんです。そしてこちらがですね、亀石と言いまして、高さ 10.7メートル、推定重量は2800トンの大きな石なんです。すごいですよね。こういった驚きのスポットがまだまだあると聞きまして、私が向かったのがこちら、市内の時和町です。見つけました。あれじゃないです、違うかな、木の奥にある、あれ崖に沿ってあるんですかね。磯崎神社、県内でも珍しいという崖造りと呼ばれる崖の岩の上に建てられた社が絶景だったんです。すごい、すごいところに神社がありますね。そうですね、石灰石の岩の上に建って、歩ける岩の上に建っております。地震だったりとかあったり、時も大丈夫でしたね。参拝は自由ということなので登ってみました、はい、ちょっとすごいですよ。本当に大きな岩一つとかじゃなくて、いくつかの岩がこう重なり合っていて、その上に社がある。すごい、どうやって入るんだろうここ。さて小野さん、ここでクイズです、はい、この崖に立つ磯崎神社、参拝のために社に入る方法とはどんな感じなんでしょうか。5秒でお答えください。岩を登る、こう、はい、手足使って反対ですかね、はい、違う、それしかない。見てください、これ中に階段がある。ええ、ここ入ってくんですか。これ結構狭いですよ。こんなところに、そう、正解は床下から入るでした。なるほど、こんなところにあったんですね。びっくりしました。おっと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 、まあまあ、ちょっと冒険み、おお、探検みたいでした。開けましたよ、抜けた抜けた。うわー、結構高さあります。いやー、こんな珍しい神社初めてです。ちょっとワクワクドキドキしました。ここまで来るの高さがありますね。その昔平野匠が一夜で建立したという伝説が残る磯崎神社、絶景ファンが県外からも訪れるそうです。
びっくり、見どころたくさんでしたが、ピーマンのジェラートもびっくりしました。ね、そして今日はですね、もう一つ美味しいもの、お土産を用意しましたよ。ね、そうなんです、山ぶどうのジュースを持ってきました。小野さん、どうぞ。はい、では、いただきます。はい、さあ、このね、山ぶどうのジュースなんですけれど、田村市は県内で唯一生産者の組合があるほど山ぶどう作りが盛んなんですよ。でこちら山ぶどうの果汁のみで作られた贅沢なジュースなんですが、小野さんいかがですか。はい、もう美味しくてたくさん飲んじゃいました。濃厚、うん、こう山ぶどうそのものって感じの、そう、私もありますね。そう思いました、うん、美味しいですよね、うん、さて来週は泉崎村です。お楽しみに。